術千一夜。こんにちは、本間千代子です。今日の忍術千一夜は先週に引き続きまして、戸隠流忍法を次になっていらっしゃる初見義明先生のお話を伺うことにしましょうね。先生こんにちは。こんにちは。今日も先週に続きまして、忍術の道具のお話を伺いたいんですけれども、はい、道具はね、やっぱり忍者はたくさんこう使うんですけどね、本当はね、忍者は道具を使わないで実をできればこれが一番いい忍者とされてますよ。じゃあね、一つ一つね、説明いたしましょうね。お願いします。ずいぶんいろいろありますね。なんだかちょっと見たとこ大工さんの道具みたいなんですけど、これがしころですね。これ変わってるでしょ、流線形でしょ。これはね、向こうにちょっとした障害物に穴が開いてますとね、これを差し込んでザーッと切ってるからですね。よく切れますよ。だからこういうやつもありますね。それからこれが飛びくないなんです。これでもってね、土を掘ったりね、それからこれでもって松明を刺して持ってやったり、それからこう武器にもなるわけですね。これは戸隠流独特の飛びくないってやつです。これは竹の中に入ってます。いつも入れておくときはですね。それから変わっているやつは、これが熊手ですね。これちょっと変わってますね。普段はこういうふうに持ってある折りたたみになって、そうですね。それがね、何かこう目的を達すときに、ここに木のこういうやつをこういうふうに入れて、それで開いてこうかけやすくするというわけですね。それからこれが滑車です。これがね、お城からお城の間で縄を張っておいたりしてですね、それでこれをこうかけて、それで忍者がこれにぶら下がってさーっとこう滑っていくわけですね。とっても面白いです。それからこれが飛行鍵って言います。これ一つですけどね、これ二つはめるんです。両方へね、こうはめましてね、これで敵の打ち込んでくる刀を避けて取ったりですね、それからこれで木に登ったりですね、それからこれでもって穴掘ったりね、いろんな風に使えるわけですね。それからこれが壺切りです。これはね、片方を差し込んでね、障害物の場合これでもってこういう風に穴が開きますね。大きな穴が開きますよ。これの倍の穴が開きます。それからこれがね、忍び杖なんです。これでもって塀にかけたりして登っていったり、敵の足に絡まいたりする、まあ忍者独特の杖です。ああ、出ましたね。あらあらあら、すごいですね。これもね、忍者のね、忍び込む一つの方法なんですよ。うわー、すごい。場外から場内へこうスルスルと入ってくるでしょ。自衛隊のね、連中部隊でもね、こういうことやってますよ。じゃあ、差し詰め、忍術は現代に生きるってわけですね。そうですね。先生、今日はどうもありがとうございました。